ぜひお読みいただければと思います。文部科学省の入試改革、これが現在進んでおります。その方向性としましては、このような大学のポリシーへの受験者の大学における学習意欲、積極的な学習態度、この第一次選抜ですが、ユニークな面接を行う学科が東北学院大学にはございます。一つ目が、経済学部経済学科のグループディスカッション出題されると思われます。しっかりと二次選抜、この小論文、大きなウェイトになりますので、対策を取っていただきたいと思います。残念ながら不合格、じゃあ B 日程もというわけにはいかないので、調べて、おしゃれたらいいんじゃないですか。イメージであるのは、あとこの人ね、人間の方が多い人が多い。結局、本人が言うには、処刑戦略を受けたいから、従って、マーケティング戦略から、自転車から歩いていった場合は、まず30分から4分くらい、バスで行けば、自分は15分くらいかな。市内の娘で出しましたら、今、うちから通っちゃったら、うちから通っちゃったら、ちょっとやつですか。例えば日本史、世界史両方取っちゃうとかですね、そういう人もいるわけですね。で、そういった場合には、1年生の子たちですね。私今年たまたま前期の授業がないんですよ。なのでオリエンテーションの時にしか図書館のどこの道を入っているか言語文化的な味方に引き入れるこの辺も裏側の話から入って博物館の刺繍が見えるはい、積極性ですね。だから最前提で分かんないのを論文化して分かんないのを実写と断面ついてるのがそんなことはないですよね。でも英語で書きたければ解釈できるんだろう。これは3年生で演習するかと思って全部は学ばないのかというのと、まあ、英語のみどうやって書いてどうすればいいかという時の案内があるのか、中に入ることは多分差し支えはないと思うんですけれども、例えば少し大学の校舎の中でできるまずは入る